どうもこんにちは、新米クッキングの彦です。最近猛暑が続いてますよね。なので今回はひんやりしたスイーツ、コーヒーゼリーを作ってみました。ゼリーはですね、失敗しにくいのでリラックスしてできました。じゃーん、見てください。こちら傾けてもこぼれないといいです。はい、こちらを作ってみました。この後は作り方の紹介をしていますので、よろしければご覧になってください。よろしくお願いします。はい、実食といきたいと思います。ではいただきます。いただきます。プルンプルンだね。おいしい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 じゃん。あ、おいしい。おいしいでしょ。うん、甘さもね、いいぐらい。うん、ホイップクリームと一緒に食べるともっとおいしい。うん、おいしい。生クリーム入れる。ちょっとかけてみたい。
ってみようか。よしよし。じゃじゃーん、ちょっと書きすぎたかな。はい、贅沢。これ200cc、 200ml か。500円。え、この生クリーム500円。うん、高い。高いでしょ。平均350円から400円だ。うん、300円って言うと500円じゃ味わかんねえ。わかるか。はい、ごちそうさまでした。今回のコーヒーゼリー、星3つ中何個でしょうか。星3つ。星3つ、ありがとうございます。いや、嬉しいですね、星3つは。素直に美味しかった。ありがとうございます。では、この動画を以上で終わりたいと思います。では、じゃあね。ご視聴ありがとうございます。